小島陽子は後ろの少女の噂を調べるうちに15年前の金田事件の真相にたどり着き、その真犯人に殺されたのかもしれない。その陽子と言い争っていたこと、そして彼女の発見現場付近で目撃された同年代の男性の情報に動揺する用務員の田崎田崎謎が深まる中、歩みが調査への協力を申し出るが、はい、そうだったね、はい、あなたに断られてしまう。田崎だよ、田崎用務員だね。思い出した。第5章、奇妙なアリバイ。かなりアリバイがネックになりそうな話ですね。そっか、この時間はまだ授業中か。学校が終わるまで職員室へ行っちゃダメだと言われているし、浦部校長に話を聞くのは今はまだ無理だな。はい。そうだ。やることは校長に話を聞くってことだね。あと、田崎。事件に関係のあった田崎、用務員を調べる。まあ、この2点かな。この章ではね。行ってみようか。いきなり、そうだね。まずは田崎から。まずは田崎に話を聞こう。またあんたか。いい加減にしてくれ。田崎さん、あなた金田事件のことはよくご存知ですね。あなたにやましいところがなく、当時のアリバイに嘘がないのなら話を聞かせてください。あ、諦めた。諦めたか。さあ、こいつから何も聞けてないんでね、いろいろ聞いていきましょう。わしは人殺しなどやったら本当じゃ、信じてくれ。え、そうなのかな。なんかこの言い方だと意外と白に聞こえるね。田崎さん、何もそんなことは言ってません。少し落ち着いてください。やたら怯えてるよね。なんか事件に関係してはいると思うんだよ、この必死さからするにね。金田事件の夜、あなたが修理していたというのは旧校舎のあの壁ですね。そうじゃ。あの晩校長に修理を頼まれとったのを思い出し、夜の9時から12時までかけて塗ったんじゃ。よくそんな中できたね。真っ暗じゃない。普通そんな時間に壁の塗り替えなんかやる。左官が暗くて分かんなくない。しかも事件のあった時間にピンポイントだね。もうちょっと聞けるか。わしは人殺しなどやっとらん。本当じゃ、信じてくれ。まあ、一通り聞いちゃった方が早いか。そんなやつわしは知らん。忍さん、最初の事件の被害者だよね。そんなやつわしは知らん。聞けることがいっぱいあるな。内田っていうのが、あの自殺か失踪かしちゃった人だよね。そんなやつわしは知らん。全然知らんの。確かにわしはあの男から金を借り取った。やつはひどい男じゃった。しかしわしは人殺しなどやっとらん。本当じゃ、信じてくれ。マジか。絶対関わってると思ったんだけどな。校長があなたのアリバイを証明したんですね。そうじゃ。わしが壁を乗っ取る間、時々様子を見に来られた校長が証人じゃ。校長そんな時間にさ、学校にわざわざ残って進捗を見に来てたの？怪しすぎるよね。もうええじゃろ。正直に話したぞ。出て行ってくれ。え、これだけ？呼ぶ。え、浦部ここ来る。先生方から話を聞けるのは放課後からと決められている。うん、
わしは何も知らんのじゃ。もう勘弁してくれ。どっちとも言えないな、白とも言えないな。どうしよう、旧校舎行ってみるか。誰もいない。調べる。まあここでしょうね。15年前の田崎のアリバイを証明するものがこの壁なのか。ここにはとんでもない秘密が隠されている、そんな気がする。ねえ、絶対中に何かいるよね。この箱もちょっと気になるな。なんだ、ゴミ箱だ。何もない。なんでこんなところにゴミ箱があるの。ここにはとんでもない秘密が隠されている、そんな気がする。多分巨人かなんかが埋め込まれてんだろうね。巨人がこの壁を作ってんだと思うよ。ちっちゃいけど、うん。しかしなぜ田崎はわざわざ夜遅い時間に壁の修理なんかしたのか。そうだよね、だってここ明かりゼロじゃん。夜にこんな仕事はできませんよ。なぜか田崎は事件の夜9時から壁の修理を始め、夜中の12時までかかって壁を塗った。そして浦部校長が仕上がりを確認した。宇津井先生が言うように不自然なアリバイだな。不自然だね、怪しすぎるよ。浦部校長に話を聞いてみなければ。とは言うもののまだ授業中だ。校長先生はいいんじゃない、別にね、授業中でも暇なんじゃないんですか。こんなところにいるはずがない。学校の前。まだ授業中だから静かだ。誰かいないですか。あたり。いた。授業中なので生徒はいない。いや、おじいさんが通りかかった。ちょっと話を聞いてみよう。ほら、また年齢層が高くなってきたよ。まあ、すぐジジババ化しますからね、ファミコン探偵クラブは。ちょっとすみません。え、なんか用ですかいの。通りすがりの年寄りに何のご用ですかいの。まともな老人ならいいですけどね、平吉みたいなのだと困っちゃいますね。さあ、いろいろ聞いてこう。さて、知りませんな。知らないだろうね。逆に浦部の同級生とか。立派な方ですな。いい噂しか聞いたことありませんわ。同級生にしちゃこっち老けすぎ。老けすぎてるかな。本人映画俳優みたいな男前ですわ。確かに声もスネークだしね。用務員さんですな。見かけによらず感じのええ人ですわ。どうした？ん？って。意外と親切な人ですわ。なんで今ふわっとしたの？そういう知り合いはおりませんな。昔そんな事件がありましたな。けど何にも覚えてませんな。綺麗に忘れてしまいましたわ。でしょうね、まあ、そんな感じがしますよ。そう言うたらこの前も金田事件のことを聞かれましたな。陽子さん。え、本当ですか。いや、気のせいかもしれませんが。はっきりしないよ。どっちなんだ。それははっきりしていいところだよね。もう言ってもええですかいの。ちょっとしんどうなってきましたわ。ダメです。ダメって言える感じいいですね。もういいですか、ダメですっていう感じ。何この選択肢、すげえこういうの出るとんってなんか裏を勘ぐりたくなってきちゃうな。なんでダメですみたいなことが言えるの。なんかあんの。この流れだったら別に、ああ、はい、ありがとうございました、の流れじゃん。
ダメですっていう流れが気になるね。ダメです。もう少しだけお願いします。さあ、もうおじいさんのエナジーが切れかけてますからね。聞いてみましょう。あと少し。あ、見せる。これだ。金田事件のことを聞いてきたのはこの女の子じゃありませんか。さて、どうでしたかな。見たらハッとするんじゃないの。あ、そうそう、あ、ここの生徒さんですわ。この娘さんと同じ制服を着取りましたからな。よかった。源次郎とか五郎とかいろいろと聞い取られました。べっぴんな娘さんでしたな。けどその写真の娘さんとは違ったような気がしますな。暗い顔してたからもう印象が違っちゃったっていうことかな。それとも全く別人なのかな。聞く。おじいさん、思い出してください。誰に金田事件のことを聞かれたんですか。いや、気のせいかもしれませんな。あー、もうダメだ。メモリーが消えかかってる。気のせいやったよ。ほら、もうないことになってきたよ。あたり。天気ですな。そうですな。じゃあもう行っちゃうよ。おじいさんもうこっから離れちゃうかな。ほな、私も帰りますわ。さいなら。おじいさん、ありがとうございました。お気をつけて。お気に。ほな、さいなら。金田事件のことを聞いていた女の子か。あれ、恐らくそれはあゆみさんか。もしかして自分一人で捜査を始めてんだ。いない。考える。一度浦部校長に話を聞いてみなければとは言う。まだ授業中。まだ授業中だ。長いね。じゃあ用務員室かな。返事がない。あら、こっちもいなくなっちゃう。鍵はかかっていないようだ。田崎さん、いらっしゃいますか。おはようございます。あれ、田崎がいない。大チャンスですね。いろいろ調べちゃいましょうか。部屋の奥。田崎はいない。なんかあるよ、バッグが。なんかあるね。どこ？調べちゃいますよ。カバンが置いてある。開ける。カバン。いや、やめておこう。いくらなんでもやりすぎだ。いや、開けちゃったらいいじゃない。おい、何をするんじゃ、人の門を。なんだかんだ言って、結局あんた、わしを疑っとるんじゃろ。うん。帰れ、帰ってくれ。ああ、見つかっちゃった。あんたが出ていかんなら、わしが出ていく。勝手にせい。ちょっと、田崎さん。行ってしまった。もうない？バッグ持ってっちゃった？どこ？この襖とかは？襖だ。特にか。開けられないですか？考える？ない。じゃあもう行くか。あ、チャイムだ。授業が終わったようだな。よしよし、じゃあ浦部のとこ行けるね。職員室へ行ってみよう。失礼します。日々の葉山。あ、葉山先生、あれか。浦部。
じゃあ誰かに取り付いてもらった方がいいかな。日々の先生の姿は見えない。じゃあ他の人。君どこのクラスだ。はあ、君が探偵君か。はい、じゃあこの人に一通り聞こうか。不幸な事件だね。小島陽子のためにも頑張ってくれよ探偵君。その探偵君っていうのやめてほしいんですけどなんかさ、この人前から思ってたんだけど江戸時代の娘さんみたいな髪型してるよね。はい、ほらちょうどさ今鬼滅の遊郭編がやってるじゃないですか。あれの変身する前のダキみたいな髪型してるね。そうか、すまん探偵君。なんていう髪型なのか知らないけど。もうお帰りになったようだね。帰っちゃった。君の悪い噂だね。こんな話もあるんだよ。何ですか。夜一人でテレビゲームをしていると後ろから誰かの呼ぶ声がする。振り返るとそこには勉強をしなさいと言いに来たお母さんが立っている。はい、だと思いましたよ。どうだ、面白い笑い話だろう我ながら傑作だ。はい、くだらんえ、はい小話も終わったところでね、他のこと聞いていきましょう。え、田崎さんがどうしたんだい。そういえば最近なんだか落ち着かない様子だけど、うん、どうしたんだろうね。落ち着かない様子か。ムラベは残念、たった今お帰りになったよ。帰っちゃった。ムラベ校長も帰った。話聞けなかったな。移動する。また旧校舎。夕方になったね。夕方になったからさ、今まで分かんなかったところがキラッと書いてなんか見つかったりしないかな。やっぱり気になるよね。ゴミ箱だ。ゴミ箱が気になるよ。絶対なんか入ってんじゃないの。考える。結局浦部校長に話を聞けなかったな。ん？どうした？そういえば葉山先生はあの晩学校には誰もいなかったと言っていたはずだ。でも田崎のアリバイが事実ならその時間には田崎と浦部校長がいたことになる。とはいえここを通らなければ田崎たちには気づかないだろうな。そうだね。わざわざ遠回りをしてこんなところを通らないと思うか。え、また職員室？もう一度葉山先生に会ってあの晩の話を聞いた方がいいな。あれ、葉山先生いないって言ってなかった？失礼します。あ、葉山もうお帰りになったようだね。帰ってしまったんですか引っかかったね。なんでまだ学校にいらっしゃるはずだよ。なんで嘘をつくんですかこの先生は。悪いところがありますねこの先生はね。なぜここで嘘を。全く必要がない嘘をついたよね。葉山先生に用があるのかい。もうすぐ戻ってこられるんじゃないかな。はい、絶対信用しちゃいけないタイプの大人ですよこの人は。もう戻ってくる。じゃあ他のこと聞いて待ってるか。校長先生はどういった方なんですか。浦部校長はねすごく優しそうな方に見えたかもしれないけどこれがまたなかなかの悪なんだえなんてつまらない冗談を言って
かりしたら罰が当たるほど立派な方だよ。この人ちょいちょい嘘を挟んできますよね。人に優しく思いやりがある。そして強い心の持ち主だね。しかも映画俳優みたいな男前ときたもんだ。校長はまさに真の教育者と呼ぶにふさわしい方だよ。ベタ褒めじゃないですか。僕が話してあげられるのはこんなもんかな。どうだ、参考になっただろう、探偵君。大した話は聞けないなと思っている様子だね。バレていった。その大した話の聞けなさの中の3割ぐらい嘘ですからね。この先生に感謝。話してくれる情報の3割嘘ですから。どうしたら来るんですか、逆に。日々の先生の姿が見えない。いろいろ呼べばいいんですか。ん？今戻られたようだぞ。あ、やった、来た来た、ナイス。おーい、葉山先生、探偵君が呼んでるよ。すみません、どうしても確かめたいことがありまして。そう。見る、早く。なんかあった？なんで黄色くなってたの？壁のこと。壁？知らない。何のこと？田崎。なんか先生ピクッと反応したな、後ろ。浦部、もうお帰りになったわよ。校長に用があって来たの？ちょいちょい話聞いてますね。聞きしたいことが。そうだったわね。羽田事件、この間話したでしょ。まあね。後ろの少女か。幽霊なんて本当にいるわけないわよ。なるほど、ここじゃ言えないんだ、この先生。だって後ろの先生がちょいちょい気にしてるんだもんね。思いっきり聞き耳立ててますから、ここでは言いたくないんだね。わかりましたよ、移動しましょう。せっかく葉山先生に会えたのに。あれ？まだ何も話を聞けていない。ここを離れるのはまだ良そう。葉山、困ってるよね。だからほら、行こうって。何も聞けていない、やめておく。外に行けばいいんじゃないの、考える。先生、まさか話しない。だからそれ、後ろの人がチラチラ聞いてるからだよ。先生、まさか話しない。じゃあほら行こうよ、校舎裏にさ。何も聞けていない、やめておこう。思い当たらない主人公ですね。ちょっとこっちの先生呼び出すか。なんだい、探偵君。ちょっとどいてもらっていいですかね。君、葉山先生に用が。その割にはちっとも話が進まないじゃないか。そばで聞き耳を立てているお前にもなってくれよ。よすみ聞きはダメだと思う。思いっきり聞いてるよね。だからだよ。ちょっとどいてもらっていいですか。そっか、人がいたら葉山先生は話してくれないんだ。となると人がいないと話をするしかない。ようやく気づいてくれましたね。よし、移動しよう。学校の前。ちょっと失礼します。旧校舎の方じゃなくてよかった。今日は生徒がたくさんいるな。あれ。呼ぶ。あれ。旧校舎の方にしよう。多分そっちに来そうな気がするよ。誰もいない。呼ぶ。来てくれるかな？田崎じゃなくて。田崎の姿は。
あれ？あの先生、察してきてくれるんじゃないのかな？学校の前のが良かった？今日は生徒がたくさんいるな。あゆみさんいる？あゆみちゃんもう帰っちゃったのかな？生徒。ごめん、ちょっといいかな？あ、探偵くんだ。なになに？すごいね。ひどい話だよね。かわいそうに。後ろの少女のことを調べてた小島陽子が殺されてしまった。これはたたりだなんて噂してる生徒がいるけど、そういうのってよくないよね。後ろの少女のたたりって、そんな噂が広まってるの？それはほら、探偵君が後ろの少女を調べて回ってるから結びつけて考えた人がいたんじゃないかな。だいぶ有名になってますね。そんなことより後ろの少女のさ、あの後ろの少女じゃなくて、この男子生徒の後ろの少女の座ってる子がちょっと気になってしょうがないんですけど、アングル的に興味本位で話すのは良くないよね。ちょっぴり偏屈な用務員さんだよ。ザ・用務員って感じだね。とても立派な方だよ。僕尊敬してるんだ。校長先生のことさ、そんなこと言う生徒なんかいる？なんて高校生は言わないよね。言わないよね。そりゃそうだよ。ただのおじさんって感じだよ。少年探偵には憧れるけど、探偵くんってみんなから呼ばれるのは僕ちょっとやだな。やっぱりそうでしょ。何の話も聞けないんだけど、見せる？そんなの見せないでよ、悲しくなっちゃうじゃん。考える。そういえばあゆみちゃんどうしてるんだろう。あゆみちゃんいないね。立花？そういえば今日は見かけないね。あゆみちゃん、ああほら、一人で事件のこと聞いてるから、もう早速そういう風になっちゃってんじゃん。もう校長に見つかって、校長がさ、もう早速今日ドローンしてるじゃん。ねえ、多分あゆみさんをささらってっちゃったんだよ。呼ぶ。今日は見かけてないよ。今日一日いないんですか？考えよ。あゆみちゃん、どうしたんだろう。呼ぶ、田崎。田崎の姿は見えない。もういいのか？じゃあ、旧校舎行ってみる。旧校舎？旧校舎からさ、葉山先生呼んだら来てくれる？結構距離ありそうだけど。田崎しかいない。田崎の姿はな。なかなか進まないな。人が通りそうな気がここなら。お、葉山先生に話を聞けそうだ。ようやくはっちゃけた。呼ぼう。よし、葉山先生にここへ来てもらおう。ようやくですよ。もう鎌ちゃんずっとそれ言ってましたよね、最初から。本当に誰もいないんでしょうね。はい、じゃあいろいろ聞いていこう。前に話したことぐらいね。最近なんだか様子が変ね。小島さんと言い争ってたなんて、私が大げさに言っちゃったからかしら。小島さんとは何もなかったんでしょ？本人からちゃんと話を聞けて。小島さん？小島さんって小島あゆみさん？急に上の名前で言われるともうかまちゃんピンとこないんだけど。ああ、この壁？これ、田崎さんが塗ったのよ。実はこの壁、15年前、
あの事件があった晩に塗ったそうなんですが。え？ああ、そうね。多分その通りよ。やっぱりそうなのか。そうなんだ。それはそうなんだ。あの晩、田崎さんが塗ったみたいね。そうなんだ。そうなの？それでいいの？前に話したことぐらいね。この時間なら誰も通らないわよね。やたら気にしますね。何も聞けないけど新しい話。先生が後ろの少女を目撃したあの晩に田崎さんがこの壁を塗ったことに間違いないんですね。ええ、そうよ。あの晩後ろの少女を見て逃げるとき、私ったら気が動転しちゃったせいか、気がつくとなぜかこの旧校舎のところに来ていた。そうだったんですか。ピンポイントじゃないですか。慌ててたからこの辺りで靴が片方脱げちゃって、でも怖かったからそのまま帰ったの。次の日靴を探しにここまで来た時、この壁は綺麗に仕上がっていたわ。前の日まで崩れたままだったし、あの夜田崎さんが塗ったんでしょうね。間違いなくあの晩ここを通ったんですね。ええ、10時過ぎに。でもその時いなかったっていうことだよね。田崎さんはあの晩9時から12時までかけてこの壁を塗っていたというんですか。ああ、見てる見てる。田崎さんも見かけましたか。もう今そこに見かけてますけど、かまちゃん。え、田崎さんなんていなかったわよ。それにその壁だって私が通った時にはまだ崩れたままだったわ。誰かに見られている。ここに誰かめちゃめちゃ見てますよ。誰だ、そこにいるの。今そこにいたのは確かに田崎だ。待て、確かにこっちの方へ逃げた。田崎がいない。何、この学校リア充しかいないんですか。もう男女ペアしかいないですよね。後ろの男子にいたっちゃ一男子に通女子じゃないですか。リア充すぎますね。君たち、田崎さんを見かけなかった。え、田崎さんならさっき慌てて出てったけど。逃げられてしまった。姿を消した田崎は自宅のアパートにも帰った様子はなかった。あ、これ田崎の家、よく知ってるね。僕のミスだ。容疑者を目の前にしていたのに逃がしてしまうなんて。この洗濯機が家の外に出てるタイプの家ね。そう。昔のちっちゃい家はこんな感じだったよね。おそらく今もうこんなスタイルないだろうけど。てか家の外で洗濯するってすごいよね。ねえ、電化製品が家の外に置いてあるって。なんか感覚的に、ねえ、全然浮かばないよね。普通家の中にあるもんじゃん。田崎はどこへ行ってしまったんだろう。こんにちは。よかった、無事だったね。あゆみちゃん、どうしたのこんな時間に。てっきり浦部にさらわれたかと思ったよ。あ、まあ入ってよ。あと、あゆみさん、この何、何ヘアゴム、すごいぶっといリストバンドみたいにつけてますよね。こんなヘアゴムある、これ、シュシュともまた違うよね。完全にこれ、リストバンドですよね。太さ的にも。リストバンドか、ロンドンハーツ時代のロンブーアツシが、おでこに巻いてたやつのどっちかですよね、これはね。
聞く、いろいろ聞いてこう。何をしてたのか。今日学校来てないんでしょ。どうしたんだ。何か追い詰めているみたいだが。え、どうしたらいいんですか。考える。あ、僕が協力を拒んだのはかなり応えてるんだろうか。整理するか。あ、違う。昨日僕が協力を拒んだのは。いや、取る。何、もうスカーフを取ればいいんですか。でも意味はないだろう。そっか。どうしたの。元気ないじゃない。ねえ、なんだ。教えてちょうだい。田崎さんが陽子を殺した犯人なの。もしそうなら私。あゆみちゃん、そんなことをどこで聞いたのかは知らないけど、君は事件に関わっちゃダメだ。だってだってじゃない。もし君まで陽子さんみたいな目に。ごめん。ああ、あんなかしちゃった。下着とか盗まれそう。本当だよね。家の外でパンツ洗う感覚ってないじゃん。ねえ、プライバシーゼロじゃん。よくそんなことがありえたよね。考える。余計なこと言っちゃった。よし、あゆみちゃん、コーヒーを入れるよ。飲むだろ。あ、私が入れるわ。急変しましたね。ありがとう。あゆみちゃんが入れてくれるコーヒー楽しみだな。ほ、いい匂いがしてきたぞ。入れる人が違うと香りまで違う。なんちゃって。これ時代の割にずいぶん薄型テレビ使ってますね。こんなもんか。後ろ姿からでも彼女の気持ちが伝わってくる。それだけはダメなんだよ、あゆみちゃん。はい、どうぞ。うん、いい香りだ。自分で入れるよりずっと美味しいや。ところであゆみちゃん、さっきのは話したけど、あれ、はい、あ、盛られた、盛られたよ。あ、体の自由が効かない。まさか、まさかあゆみちゃん、あゆみちゃん、なんか変な気分になって、体がなんか媚薬みたいなものを盛られたね。これはごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ああ、なぜなんだ。あゆみちゃん、だからコーヒー入れてくれたんだ。宇津木探偵事務所の少年探偵は私立牛光高校の生徒小島陽子殺人事件を調査していた。なんですかこのナレーションは。彼女は牛光高校に古くから伝わる後ろの少女という幽霊の噂を調べている途中、時効を目前に控えた殺人事件の犯人の正体を知ってしまったようだ。マジで。そして陽子は殺された。そうか。牛光高校の用務員田崎敏夫が最も疑わしい人物だった。いや、校長でしょう、どう考えても。その田崎は少年の前から姿を消した。そして今田
田崎の姿を追い求めていた少年の身に何かが起きた。多分バイアグラ的なもん飲まされたんだろうね。もう起きたらガッチガチで起きるんだよ多分ね。痛い痛いってって起きるよ。ごめんなさいごめんなさい。あれ起きた、もう起きた。一体なぜ歩みが起きたわけではないのか。あゆみちゃん、あゆみちゃん、なんでそんな薬を盛る必要があるの。ねえ、その後なんかするならまだしも、どっか行っちゃったし。